無人駅は日本の女性アイドル演歌歌手岩佐美咲の楽曲。楽曲は秋元康氏により作詞久じまり子により作曲されている。岩佐が所属している女性アイドルグループ AKB48 からのソロデビューシングルとして2012年2月1日に特馬ジャパンコミュニケーションズから発売された。AKB48 として活動しながらの ソロデビューは、板野智美、前田敦子に次いで3人目である。岩佐は演歌歌手としてデビューしており、これはグループ初となる。楽曲のシングル CD は、初回版、通常版の2種類がリリースされた。初回版には DVD が付属している。CD の収録曲は、初回版と通常版で異なっている。特典として、初回版及び、 通常版の初回生産分には、無人駅の数だけ、プレゼントキャンペーン応募券が封入されている。CD のジャケット写真は、雪景色の無人駅に着物姿の岩佐美咲が佇むものであり、初回版と通常版で異なっている。キャッチコピーは、誰もいなくても、あなたなら信じられる。楽曲のミュージックビデオは、秋田県北秋田市の秋田内陸縦貫鉄道秋田。 内陸線奥兄駅などで撮影された。ジャケット写真は初回版が愛川駅、通常版が奥兄駅のホームで撮影された。無人駅のジャケット写真及びミュージックビデオに登場する奥兄駅。ありがとうございます。